大食いタレントとして活躍していた高橋千成さんが死去していたことが30日、分かった。30歳。アイドルグループ選ばれしのメンバーで、大食い女王としてもおなじみの、も、エアーズことも、えのあずきが29日、自身の、X、旧、ツイッターで明かした。ご逝去は残念ですが、大食いというテレビ番組は見ないようにしている。食事を、競技やエンタメにするのはいかにも、飽食という感じで気分が悪くなる。細い体を見れば正しく消化されず、結局、破棄されてると同様だとわかる。限りある食材は、大切にしてほしい。ご冥福をお祈りします。も、エアズは、大食い仲間の高橋千成ちゃんが2023年7月21日、永遠の眠りにつきましたと報告。千成ママのご意向で、私からお伝えすることになりました。きっと今頃天国で美味しく食べて飲んでいる、はずです。千成も読んでくれると思うのでお別れのメッセージを送ってあげてくださいと、高橋さんのアカウントを添えて、ファンらに呼びかけた。また、これまでの思い出に触れ、も、エアズの YouTube チャンネルがあるのは千成ちゃんのおかげ、何から始めていいかわからへんかった時に、わざわざ時間作って、チャンネル解説方法とか一から、全部教えてくれたの今日千成ちゃんの夢見たからまた、伝えたくなって書いてみたと記した。高橋さんは、デカ盛りハンター、テレビ、東京など、多数の大食い番組に出演。自身の YouTube チャンネルなどでもたびたび、スレンダーな体での食べっぷりを披露し、人気を集めていた。一方で過去には拒食症であることなども、SNS 内で明かしていた。このニュースが明らかになった直後、視聴者やファンは、ソーシャルネットワーク上で次のように哀悼の意と、個人的なコメントを送った。もう大食いを見せ物にするのは止めるべきだと思う。やる本人にも相当な負担がかかるし、何より食糧危機の国が今後増えてくる中で食べ物を無駄に消費してることになる。地球温暖化だって大量生産大量消費社会の弊害だし、そろそろ人間が己の欲望にストップをかけるべきではないか。樽を知る、大事です。普通に考えて、大量の食べ物を一気に収められる胃袋を持っていたとしても、その他の臓器、例えば肝臓や腎臓が同じように強化されているとは思えないから、それだけ多く食べ続けていれば、人並みの臓器に負担がかかり必ずどこかが異常をきたすだろうと思っていた。大食いはある種の病的な因子によるものとも言えるのだから、それをテレビなどが面白おかしく番組化するのはいかがなものか。大食い番組は受けやすいが、何事も節度が肝心ではないかと思う。無理して食うのはストレスになるでしょう。吐いて全部消化しないにしても食べてる時や吐いてる時は体に大きい負担を強いるわけで、スポーツ選手にも似たようなことが言えることだから良い、悪いは言えませんが、何事もほどほどが一番ということかもしれませんね。大食いタレントの死去が続きますね。TV 番組としては、外見に似合わず大食いなギャップとか、見応えはあるんだけど、実際に食べている人の体への負担は大きい。内臓は、次から次へと来る、食物を消化しないといけないから、フル回転状態。も、エアズちゃんも、番組で回転寿司の早食いしてたけど、ギリギリでアウトを回避していたことが多かったから、体には影響あるよ。大食いへの警告になるかもしれないね。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。LIKE して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。